国道166号を起点大阪府羽曳野市、白鳥交差点国道166号終点三重県、松阪市小津町南交差点国道166号は、大阪府羽曳野市から、三重県松阪市に至る、一般国道である。三重県松阪市、笹川町にて2019年11月撮影国道165号などと、共に、紀伊半島の北部を東西に横断する、 国道路線の一つ。大阪奈良間の生駒山地を越える区間は、竹内街道、紀伊山地北部の三重県内の区間は、和歌山街道とも呼ばれる。大阪奈良区間において、半和道三原ジャンクションから伸びる、南半那道路の羽びきのインターチェンジ移動は、バイパスとして作られている。柏市市場町から、葛城市東室間は以前は、 国道24号だったものが2005年4月に国道166号に変更になっている。道幅が狭い区間が多く、羽曳野の市内の近鉄古市駅からが流派し、西詰付近と大和高田市内の大中京から、旭北町国道165号店の2つの区間は西向きの一方通行となっている。そのため起点から終点方向へは、 自動車や原付による全線走破は不可能である。また、一方通行でない区間でも道幅が狭い部分は多く、羽びきの市内の駒ヶ谷駅から上の大使駅間においては未整備区間が多く、民家の軒が張り出した路地のような境路が続く。そのため、国道でありながら、大中型車の通行は不可能で都市型国道と呼ばれる。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。なお、2019年4月に、三重県松阪市の国道42号一部区間が、道路線に移管されたことに伴い、終点交差点が、松阪市大国谷市交差点から、小津町南交差点へ変更となったが、総延長等の情報は、旧終点基準のデータとなっている。 国道166号の中でも、奈良と大阪間の生駒山地を越える区間の道筋は、奈良県葛城市と大阪府堺市を結ぶ竹内、街道のうち、葛城の市はびきの市間を踏襲している。日本書記によれば、竹内街道は、アスカ時代の水戸天皇21年に設置された道で、現在の一般国道の中でも、国が管理する道という意味では最も古い道である。 道路法に基づく二級国道として初回指定された路線の一つである。1953年の国道指定当初は、山和高田市から松阪市に至る路線として、二級国道166号、山和高田松阪線に指定された。その後、1965年4月の道路法改正により、一級国道、二級国道の区分が廃止されることとなり、 一般国道166号となる。1975年に大阪府道羽びきの大使線、大阪府道山和高田富田林線の一部、奈良県道山和高田富田林線を編入し、羽びきの市から松阪市に至る路線として指定された。1975年の羽びきの山戸高田間の追加指定の経緯について、はっきりしていないが、一説には、 生駒マ山地の倉峠を越える国道308号と同様に自動車専用道路の南半納道路を一般国道のバイパス道路として建設するために境愛道路を改良することを名目にダミーとして竹内街道を国道に追加指定したものと推察されている起点方向付近で車両進入禁止の標識がある近鉄古市駅付近大阪府はびきの市古市三丁目 大和高田市南、本町、長谷本寺前。西向き一方通行区間全体的には、紀伊半島を横断するように、大阪府羽び野の市と三重県松阪市とを東西に結ぶ道路である。大阪、奈良の府県境にある竹内峠付近に、かつての旧街道が残されている。奈良、三重県境の高県峠では、自動車通行に配慮したループ橋が設置されていて、 この路線の起点付近を除いて、全体的には自動車が走りやすい道路となっている。起点である大阪府羽曳野市の白鳥交差点には国道166号の表記がある案内標識類は建てられていない。白鳥交差点から国道に沿って東へ近鉄古市駅方面に進むと、古市駅近くの踏切で車両進入禁止になり、踏切を含む 約130メートル区間が東から西方向への車両一方通行規制である。羽びきの市古市の国道166号は、道幅は狭く制限速度時速20キロメートルに規制され、路上駐車も多い上に道路の線形も悪く曲がりくねっており、都市型の国道と呼ばれるほど自動車の走行には向いていない。古市駅の踏切から、 近鉄南大阪線に沿って二駅隣の上の大使駅前まで民家が密集する旧市街の中を縫うように路地のような様相の竹内街道の経路を進み約4キロメートルにわたり道幅が広くなったり狭くなったりを繰り返す。 竹内街道の協力館大阪府羽びの市駒ヶ谷、国道165号との重複奈良県大和高田市、朝日南町道の駅竹内峠左が国道166号。右は旧街道国道とされている竹内街道沿いには近鉄南大阪線が並走している。竹内街道の要衝として発展した上の大使駅周辺には A 福寺、 川内源氏や小野の妹子の墓などの史跡が多い。交差する場所の格好書きは地名、それ以外は交差点名で表示作成。2010年3月10日。ありがとうございます。